日本岡山県赤岩市下市下市は、岡山県赤岩市にある大技である。同市の市役所所在地であり、旧採用町の町役場所在地。かつての赤坂郡下市村に相当する。郵便番号は、郵便番号709-0816。人口は772人。世帯数は316世帯。市の中南部に位置し、砂川を東西にまたがる。 最大時、津山間の主要地報道と岡山から無タスクを経てきた主要地報道が下市で連絡し、下市から釜を経て、松木に至る県道もあって、交通の要衝を占め、一部は家並みを作っている。幹線道路周辺には、ロードサイド型の大型店の進出も多い。南方に、山陽自動車道山陽インターチェンジも近い。 公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されているが、学校選択制度を導入しており、学区外であっても一定条件を満たせば、自宅から一番近い小中学校を選択し、通学が可能である。古代の赤坂郡鳥取里の一部にあたり、中世、砂川沿いに設けられた市場の所在地。江戸時代には赤坂郡下市村と称し、 キビオンコ広くに、岡山伊豆市町口まで三里十一町、高五百四十三国一都八章、田畑二十八町、四丹四世十四歩、八数四十一県、男女二十二人。1875年、門前村を、編入合併。同二十二年6月1日、赤坂郡下市、立川、長尾、川本、熊崎村が合併して、 道軍東高月村と称し、道村の大技下市となる。1900年4月、赤坂、岩無両軍を統合して、赤岩軍とする。1902年4月1日、道軍鳥取中、鳥取家の二村と合併して、茅村と称し、下市に村役場を置く。道村は1953年3月1日、赤岩軍高月、西山の二村と合併して、 山陽町を新設、町役場は下市に置いた。米、麦、干暑、バレー塩、大豆、桃、ぶどう、柿を主要産物としたが、現在は米と果実類以外は衰退している。2005年3月の合併により赤岩市が誕生し、当地に市役所が置かれている。当地を砂川が流れているが、その水運を利用し、 川沿いに市場が設けられたことによる地名とされる。北隣には上司があるが、南北に2つの市場があったために上司、下市と呼び分けたものとみられる。ありがとうございます。